それじゃあしばらく休憩にするわ。みんな水分補給はしっかりしてちょうだい。はーい、了解です。ねえリンリン、今日のアコすごく調子いいと思わない？みんなとの連携もバッチリだし、かなりいい感じ。そうだね、さっきの決めもとても良かったと思う。だよね、音がこうガシッと噛み合って気持ちよかった。確かに、なぜかはわからないけれど、ここ最近とても調子がいいわ。欲しいと思ったタイミングで意見が出たり、しっくり来なかったところにハマる音が入ってきたり、前よりもスムーズにこれだと思う音にたどり着けている気がするわ。ですよね、ユキナさん、アコもそう思ってました。ふっふっふ、これはやっぱり NFO をみんなでプレイしたからですよ。この前のゲーム中も終盤は今みたいに息ぴったりでしたし。そうかしら、あなたたちにフォローしてもらってばかりだったと思うけれど、プレイすること自体が久しぶりでしたし、慣れていなくて操作がよくわからないのは当然です。それに長くプレイしている私たちが説明したりサポートしたりするのはごく自然なことですから。よくわからないけれど、そういうものなの？はい、リアルで何かを始めたばっかりの人が慣れてる人にいろいろ教えてもらうのは普通なのと同じですよ。リアル？ゲーム外の現実世界という意味です。私は皆さんと久しぶりにプレイできてとっても嬉しかったです。アコもアコもすごーく面白かった。それに最後の方なんてユキナさんバフとデバフ入れまくってたじゃないですか。まあ確かに以前より多少貢献できているとは感じたけれど。そうですよ、金融詩人の歌はステータスの上昇効果が高めに設定されているものばかりで欠かせないバッファーですから。ユキナさんには何度も助けられました。ならいいけれど、どちらにせよロゼリアにとっていい結果になったのならよかったわ。NFO を一緒にプレイしたことで、あなたたち二人への理解が深まり、今の好調につながっている。もし本当にそうなら、リサの思惑通りになったわね。そういえばそうでしたよね。リサ姉がバンドのためにみんなで NFO やりたいって言ってくれたから。結果的に目標通り、バンドでも前よりお互いを分かり合えるようになったのかもしれないです。わあ、さすがリサに。今のロゼリアはバフ、デバフ山盛りの無敵状態って感じがするな。とっても強いね。でもでも、だからって油断はしませんよ。調子がいい時こそ己のロールを見返すべし。ギミック処理の立ち回りもしっかりですよね、ユキナさん。うん、基本を忘れないように。ますますやる気が出てきた。よし、後半の練習も頑張るぞ。うん、私も。ええ、私たちがやるべきことをしっかりとやりましょう。それにしてもいい結果になったのは嬉しいけれど、何を言ってるのかはやっぱりよくわからないわね。こんにちは、今は休憩中かしら。私はこれからスタジオで練習なのだけれど、前の予定が早く終わってしまって。よければ少し話をしてもいいかしら。ありがとう。隣、失礼するわ。実はこの前ロゼリアのみんなでオンラインゲームをプレイしたの。そう、ネオファンタジーオンライン。最近は CM もよく流れているようね。今回はリサの提案でプレイすることになったのよ。
前にもみんなでやったことがあるのだけれど、リサもその時に比べて少し興味が増していたみたいだし、何よりこれでリンコやアコが話す内容を今まで以上に理解できるかもしれないと思ったの。あの二人は何かとゲームに例えて話すことが多いでしょ。だから私もゲームをプレイすれば少しは分かるようになると思ったの。結局ゲームのことはよく分からないままだったわ。操作方法はなんとなく理解できたし、戦闘にも前回より積極的に参加できたのは間違いない。ただ専門用語が多すぎてリンコたちの話は当分理解できそうにないわ。けれど今は理解できなくても別に構わないとも思っている。理解することを諦めたわけじゃないわ。ただゲームのことは完全には把握できなくても、アコたちが何を楽しいと感じてプレイしているのかは分かった気がするの。ひとまず今はそれだけで十分だと感じているわ。それに NFO に少し興味が湧いたのは事実よ。アコたちの想定とは少し違うでしょうけれど。あら、そんなに意外？これは前回プレイした時から感じていたことなのだけれど、 NFO は BGM がとてもいいのよ。リンコに聞いたらイベントごとに専用の曲を作っているらしいわ。そのおかげかとても雰囲気にマッチしているの。私のお気に入り？そうね、特に教会のあるエリアで使われていた BGM が良かったわ。荘厳さや気高さ、ここは神聖で特別な場所であるという雰囲気を作り出していて、とても素晴らしかったのよ。あの表現力は確実に見習うべき部分だわ。歌詞のない BGM であれだけの雰囲気が出せるのはすごいことよ。もちろん全てではないにしても、ロゼリアの曲にも何か取り入れられる部分があるはず。ゲームからこんな気づきや発見を得られることもあるのね。思っていたよりもずっと学ぶことが多かったわ。そんなに褒めるほどのことではないわ。ロゼリアはこうして一歩ずつ進んできたのだから、これからもそうするだけよ。だからあなたにはしっかりと見ていてほしいの。私たちがこの先も高みへ進んでいくのも。ええ、あなたならそう言ってくれると思っていたわ。話を聞いてくれてありがとう。そろそろ予約の時間だわ。それじゃあまた。